中央山古墳は、奈良県高市郡明日香村平田にある古墳。形状は、八角墳。国の史跡に指定されている。第42代文武天皇のまみささぎとする説が、有力視される。奈良盆地南東園、文武天皇陵から北に伸びる、丘陵長部に築造された古墳である。丘陵上には、文武天皇陵の他高松塚古墳が所在する。 鎌倉時代に洞窟にあっているほか、1974年2020年度に発掘調査が実施されている。噴景は八角形で、大変長、約19.5メートル、高さ4メートル以上を測る。噴景は三段築成で、半築によって構築される。噴景の一段目、二段目は、基段状の石積みとし、三段目は、森土のみとする。噴周囲には、 三重の外周石譜が巡らされる。主体部の埋葬施設は、予告知識せっかくで、底石、奥壁、閉塞石、天井石各一国、側壁、各二国、隅石四国の、計十国から構成される。せっかく内面には、平滑な磨きがかけられて水銀種が塗布されるほか、せっかく中央部に下層骨の倉国旗が収められたと、見られる。 服装品はつまびらかでない。この中、小山古墳は、古墳時代終末期の8世紀初頭頃の築造と推定される。天皇領宮の古墳に見られる、八角墳である点、豪壮な予告知識せっかくを有する最高級の仮想母である点で得意な古墳になる。被装者は明らかでないが、近年では、第四十二代文武天皇のまみささぎとする説が有力視される。 古墳域は1927年に国の史跡に指定されている。墳球右手前に靴型石造物。2020年度調査時。墳球の規模は大変長、約19.5メートル、高さ4メートル以上を測る。墳球の一段目、二段目は、基段状の石積みとし、裾部に、花崗岩の根石を並べ、その上に、拳台。 人頭台の石材を小口積みし、さらにその上に、イシと同じ石材を積み上げる。墳球の三段亀は、半築の森土のみで、八角形に成形される。墳球三段目の東側には、鎌倉時代の洞窟港が残る。墳球周囲には、外周石符が三重に巡らされる。外周石符は後半で、三重目の大変調は、 約32.5メートルを測る。また、紛糾周囲では、靴型石造物2個が検出されている。一重目の上面で出土した靴型石造物は、火山歴業界岩性で、幅約95センチメートル、高さ約67センチメートルを測る。表面は平滑に仕上げられているほか、端面は約135度に加工されていることから、 分腸部の装飾に使用されたとみられる。予告知識せっかく2020年度調査時。主体部の埋葬施設としては、予告知識せっかくが構築されている。底石一国、側壁二国、奥壁一国、閉塞石一国、天井石一国、墨石四国の、計十国から構成され、底石は、変魔状石英戦力岩性の脳型体、側壁、 奥壁、閉塞石、墨石は火山歴業界岩性の脳型体、天井石は細流クローンの加工岩成である。せっかくの内棒は幅約 90cm、奥行き約 90cm を測る。せっかく内面には非常に丁寧な磨きがかけられているほか、全面に水銀種が塗布される。側壁には L 字型の加工が認められる。 底石の中央部には60センチメートル四方の範囲で深さ1センチメートルの削り込みがなされており、下層骨を収める倉国旗を安置する台が据えられたと見られる。洞窟のため倉国旗の所在は明らかでないが、宮内町三の丸なお倉館所像の近藤聖四、館坪との関連を指摘する説が挙げられている。閉塞石の南側には、墓道が設けられており、 幅3.2メートル、深さ1.3メートルを測り、埋葬後には反築によって埋め戻されている。この墓道の下面では、暗渠の排水口が検出されており、幅約100センチメートル、深さ約20センチメートルを測り、拳台の河原石で充填されている。第42大分部天皇道場地蔵 文武天皇事情領中、小山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、第42代天皇の文武天皇に否定する説が有力視される。文武天皇は、慶雲4年6月15日に25歳で、崩御し、領について、俗日本記では、日の熊安子参領、安古三領と見え、慶雲4年10月3日に、作山領氏を任じ、11月12日に以外を、 アス岡で、仮想、11月20日に見ささぎに、ささぐそうと見える。演技式書領料では、演領の、日の熊安、加賀神料として記載され、大和国高一軍の所在で、町域は、東西山町、南北山町で、両国を煙を毎年当てるとする。その後、中世紀には、両の所在に関する書伝は喪失。 元禄十年の江戸幕府による元禄の誕領では、奈良武行書が、高松塚古墳を文武天皇領の未墳明領と、報告したことで高松塚古墳に決定され、教法、文化の三捧ぎ改めの際にも踏襲された。一方、山和市、山和名所杖では、中央山古墳に否定する、説、打牧場では、野口王墓古墳とする遺説が挙げられている。 その後、安政の三捧ぎ改めの際には、野口応募古墳が、文武天皇陵に改定された。明治維新後、明治14年2月1日の上層最下を経て、三祖の村の古水町に、安光と記す栗原塚穴古墳に、文武天皇陵が再改定され、現在に至っている。一方で、中央山古墳では、立地、築造時期のほか、埋葬主体に、 豪壮な予告知識せっかくが使用される仮想墳であり、1974年の調査で八角墳と判明したことから、近年では真の文武天皇陵であるとする説が有力視されている。所在地交通アクセス周辺、ありがとうございます。